ジーンです。今回はトイザラスの福袋を開封していきたいと思います。トイザラスの福袋は初めて購入するんですが、まず女の子用の福袋と、おいしょ、重い、男の子用の福袋を今年は購入してみました。男の子の福袋の方が重い、すごい重たいです。今日は女の子用の福袋を開封していきます。明日はこちらの男の子用の福袋を開封したいと思います。こちらの福袋2つとも4000円ぐらいで、12個だったかな、12個のおもちゃで、総額が2万6000円以上のおもちゃが入っているということです。すっごいでかいです。今回はこちらの女の子用の福袋を開封していきたいと思います。ちなみにネットで購入しました、予約しました。毎年買おうと思った時には売り切れてしまっていて出遅れてたんですけど、今年はね予約できました。では開封していきます。まず1つ目、どれにしよう、あ、なんかあった、なんだこれは、何これ、プリスポ、なんだこりゃ、アジンさんやる、これプリスポトワールリングバトンバトン振っちゃう、なんだろうこれ、パープル、あ、なんかもういかにもアジンに回せと言ってるパープルカラーのトワールリングバトンっていうのが当たりました。バトンを振ると光がチェンジありがとうございます。あ、なんか絶対ね、これは対象年齢もうオーバーすぎますね。私普段ね買わないものが入ってるのが福袋だから。さあ2つ目、あ、なんかすごい箱がある、いや箱はちょっと最後にしようかな。あ、なんかぬいぐるみっぽいのが、ででん、おー、アナと雪の女王のオラフのぬいぐるみが入ってました。ただのぬいぐるみかな、これは。わ、これすごいよ、これ多分これだけでね1200円だと思う、多分これ1200円だと思う、ここにね書いてある。わー、オラフのぬいぐるみが入ってました。はい、続きまして、あ、ここにも箱がある、ちょっと箱は最後にしようかな。3つ目、ドリーの卵からびっくり変形って書いてあります。エッグスターズベビードリー。続きまして、ほっアイカツドレスチャームキュート、あのすっごいこれ人気なんですよね、アイカツってすごい流行ってるんだよねこれ。はい、アイカツのこれは何だから、ドレスチャームキュート何するんだろう、カードダスで何かここスキャンできるのかな、そうやって遊ぶやつみたいですね、やってみようかな続きまして、あ、これいこう、おー、ミニオンのミニオンズ卓球ラケットが当たりました。あ、これは嬉しい、これなら私もできそうだただなんだろう、あれがないんだけど、やってみようかな。はい、これは嬉しいよね。はい、あ、なんかこれ作る系とかじゃない、違う、ちょっと待って、あ、違ったよく見てる YouTuber さんが好きなやつです、サイリウムタクト、よくねなんかサイリウムコーデとか言ってるもん。何これは、だから、あなたも神アイドル、あ、本当プリパラ、サイリウムタクト当たりました。なんかね4つのモードで遊べるって書いてあります、こんなはい、これもすごいね、ラーラの友チケって書いてあります、ラーラ、あー、これもあのカードのやつだね。はい、プリパラサイリウムタクト、なかなか、もうこれ絶対今の段階で4000以上ありますよね。じゃあこれいこう、おお、こちらです、ミニオンズボーリングセット、おお、これも遊べそう。こういうのもトイザラスに売ってるんだ、知らなかったです。はい、かなり盛りだくさん。続きまして、あ、ここにもねちっちゃいのがあった、何これ、これはなんだ、スマポンです、スマポン、何するんだろうこれは、スマホの上で自由にしゃべくるって書いてある、すごい。はい、スマポン、
です。これで、あ、これでね、最後っぽいですね。これで最後、これで最後です。最後はすごい。これはプリキュア。プリキュアの、なにこれは、よいしょ、もう入ってないよね。あ、入ってた、まだすごい入ってた。プリキュアの魔法のレインボーキャリッジ&プレシャスブレス。魔法陣に手をかざして光るプレシャスブレスで攻撃。怖い。攻撃ができるってよ。太陽魔法で最終攻撃。おすごい。なんかすごい、いろんなゲームとか何かの試練に挑戦したりできるっぽいです。あとはなんかすごい、いろんな本当にゲームができるみたい。すごい高いですよね、こういうのきっと買おうと思うと。すごい。このとにかくこのプリキュアとこのプリパラ、プリキュアとプリパラとアイカツとかこのバトン、このあたりだけでも相当高いですよね。こんな感じですよね。あとはまだ入ってた、もうないと思ったんですけどね、入ってました。こちらはね、アナと雪の女王のエルサとアナの可愛い、ボールチェーンがついた人形が入ってました。可愛い。これ入ってました。あ、だからすごいすごい、ちゃんとほらね、入ってます。でドリーでしょ、でミニオンのラケットとボーリングセット、このスポーツ系のも入ってるからすごいお得ですよね。これはね、得だと思うよ。すごい、このスマポン、これはすごく気になります。スマポンにこのドリー、これも絶対みんな嬉しいと思う。プリパラと、プリパラだ両方とも。カードかな、プリジュエル全18種、プリチケ全8種って書いてある。あれですよね、イオンとかのゲームコーナーに置いてあるあれですよね。これを入れるとゲームができたりするのかな。すごい得だと思う。これはすごいと思う。だって普通にこういうの欲しいですよね。やばくないですか、トイザラス。これは嬉しいんじゃないでしょうか、女の子ね。びっくりしました。こんなにいいものが入って4000円ぐらいでしょう。絶対得だと思いました。はい、ちょっと初めて買ってみたんですけど、こんなにいいものが入ってるとはね、思わなかったのでびっくりです。親戚の女の子とかにね、プレゼントして遊んでもらおうかなと思います。これはね、持っていこうと思います。絶対喜んでくれると思いました。はい。